はい、皆さんこんにちは、みやチャンネルです。今回はですね、こちらトレアルです。購入し1000円で購入しました。このエアポッツみたいなやつのレビューをしてみたいと思います。これはですね、スーパーセンタートライアルで全国かわかんないですけど、そこでなんと1000円で購入しましょう。で早速で、中身これなんですけどね、ちょっとかてまあ多分本物はですね、バカって開くんじゃないかと思うんですけど、こんな感じっすね。で、イヤホン本体を取り出してみますと、まあ価値的には、こんな感じですね。はい、まあ、本物を持ってる方はご存知だと思うんですけども、まあこれタッチセンサーじゃないみたいなんですよね。ここに、物理ボタンがついてます。ここわかりますかね。では、つけた感じは、はいはい、こんな感じになります。どうですかね、パッと見た目本物と偽物ってやっぱ分かるっすかね。まあ多分見る人が見れば分かるんじゃないかなと思いますけどね。はい、では、しばらくね、ちょっとこれ使ってみたいと思います。はい、しばらくちょっと使ってみたんですけど、感想、残念。まあそうですね、もう本当にもうなんていうの、なんか音がこもって聞こえるんですね。まあそれが本当に残念ですね。はい、まあでもまあ1000円ですからね。もう本当にまあ本当に AirPods とか、まあまあこういう風なね、まあ普通まあ2万とか3万するようなですね、はい、ものを使ってらっしゃる方は本当ね、まあなんじゃこれっていうようなまあ感じなんですけどね。まあまあ、まあ本当に、まあ、まあ気にしならない人はまあならないんじゃないかなみたいな。まあだから逆にですね、なんかこうちょっとまあじいちゃんばあちゃんならいいかなみたいな。じいちゃんばあちゃんならいい何言ってんの。そうですね、まあでもまあ本当にね、まあ、まあ本当にこういういいやつだとまあこうなんですかね、なんか高音がしっかりしてるとか、まあ、まあ重低音があるとか、まあいろいろあるじゃないですか。まあこれに関してはほぼないです。っていうか全くないです。もう、まあ、よくね、まあ、他のレビューの方が、まあ、イヤホン系した時にね、まあ、どんしゃり気味だとかなんかこういろいろ言うじゃないですか。もうそれ全くないです、残念ながら。もう本当にないです、ね、まあ
でも、そうですね。まあ、一度こういうのを買ってみてね、本物と比べてみるっていうのも、まあ、ありだと思います。ありだと思います。